新しい季節をテーマに書きました。こんばんは、まさきです。今回のテーマは新しい季節。新しい季節は出会いと別れの季節。人や環境、生活において新しい物語が始まる。今まで築き上げてきた世界から真っ白な世界に飛び込む時ほど、今までいた世界が恋しく思え、これからの世界に対する希望がある分、不安もいっぱいになる。知らないものは怖い、変化は苦手。だけど飛び込まない限り変わらない世界が続くことも知ってる。苦しいと感じたり、つまらなかったり、早く終わってほしいと思っていた生活の中に、些細な幸せや喜びがあるだけで足を止めたくなるほど美しい世界だったと感じられる。そんな中、美化された過去に居座りたいカエルを描きました。